どうも、アルダンです。今回は宮城県七ヶ宿町にある七ヶ宿ダムに行った時の動画になります。訪問日は2024年の5月15日になります。先日公開した山形県の長井ダムを訪問した時と同じ日になります。こちらの七ヶ宿ダムがその日一番最初に訪問したダムになっています。七ヶ宿ダムは宮城県勝田郡七ヶ宿町にあり、阿武隈川水系白石川に作られた堤高90メートル、堤長長565メートルのロックフィルダムになります。ダム湖の名前は七ヶ宿湖で、総貯水量は1億900万立方メートルになります。ダムの利用目的は治水と流水の正常な機能の維持、農業用水、上水道となります。まあ、いつもはというか毎回なんですけれども、ダムカードの配布場所や配布時間などもしっかりと下調べをして向かうんですけれども、ちょっと今回その時間についてちょっとこのダムに関しては、まあ、勘違いというか思い込みで、まあ、8時半から配布してるっていうふうに思い込んでいて、まあ、訪問する時間とかそういうのも全てまあ、その8時半でもらえるっていう気でいたんですよね。それで1日の予定も決めていて、なんだかんだ8時前に、まあ、こちらのダムの方へ着いて、で少し見て回りながら8時45分にこのダムを出発して次のダムへ向かうっていう予定だったんですよね。ところが、まあ、改めてちょっと調べてみると9時から配布っていう風になっていて、あ、どうしようかなと思いながら管理所の方へ行ったら、まあ、職員さんが外にいたんで、ダムカードってもらえませんかねって8時半ぐらいに聞いたら、まあ、ちょっとものすごく丁重に9時からなんでって言われちゃって、まあですよねって感じで、まあ、ちょっと、まあ、その場ではもらうことができませんでした。で、まあダムを見て回りながらどうしようかなと思って、1日の予定はもうしっかりとスケジュールが組んでるんで、8時45分にこのダムを出発したかったんですけれども、まあ、ダムカードをもらうには9時にならないともらえないっていう感じで、まあ、この15分をどうしようかなと思いながら、まあ、悩んだんですけれども、まあ、一通り見学をしていて、まあ、なんだかんだ8時50分くらいにだいたい見終わって、あと10分だからじゃあ待つかって感じで待って、9時になってもらって、で急いで次のダムへ向かいました。それから管理所にある展示室の方へ向かって、そしてそこからダムカードの方をいただくことができました。まあ、なのでダムカードの配布時間は平日土日祝日も含めて9時から17時までとなっています。ちょっと1日の最初のダムだったんで、その後の予定が結構詰まっていて、結構焦ったんですけれども、まあまあこれで諦めるっていうわけにもいかないんで、もう15分押してもいいから少し待ってもらおうっていう感じで、まあ1日の後半の方でこれから訪れるダムカードの配布時間に間に合わなくなっちゃうっていう可能性もあったんですけれども、もうそこはなるようになれって感じで9時まで待ってもらうことにしました。そしてこの場所なんですけれども、ダムフォトフレームがあったんですけれども、こちらはだいたい8時45分から50分くらいに職員さんがこの場所に設置をしていました。なので最初はダムフォトフレームがなかったんですけれども、まあ、設置していたんで、まあ、それも取りに行こうっていう感じで改めて取っています。で、この奥の方に見える取水設備は上水道用の取水塔になっています。今回訪問した時にはちょっとダム湖の噴水の方が故障しているようで、
噴水が見られなかったんですけれども、まあ、アナウンス的には6月の下旬くらいに修理が終わって、まあ、段階的に噴水が見れるようになるっていうふうにツイッターの方に記載がありました。そしてずっと裏の方へ回っていくんですけれども、まあ、ここに見えるのが共同取水設備というふうになっています。で、まあ一瞬ここを通れないのかなと思ったんですけれども、ギリギリなんとなく通れそうな感じだったんで、まあ立ち入り禁止であればもっとしっかりガードしてるはずなんで、まあ大丈夫かなと思ってこの際を通って天場の方へ向かいました。でこの日は、まあ、前日に、まあ、ツイッターの方で点検でクレストゲートを、まあ、大体1時ぐらいだったかな、全開放するっていうふうにアナウンスがされてたんですけれども、まあ、ちょっとその1日の予定が朝一にここに来るっていうふうに予定を組んでいたんで、もう本当悔しいっていうか、まあ、残念ですけれども、それはちょっと待ってる時間がなかったんで泣く泣く諦めて次のダムへ向かうっていう感じでした。でこちらは前日までに連絡をすればダムの一部内部見学ができるようになっています。見学時間は9時半から17時までとなっていて、まあ、お昼の12時から13時は除くというふうになっています。また土日祝日は実施していないので平日だけという感じですね。まあ、これも本当はちょっと内部見学したかったんですけれども、まあ、見学時間がだいたいどのくらいになるのかちょっと分かんなかったんで、他のいろんなダムにも回っていきたかったんで、ちょっとまあ時間が読めないのと、まあせかせかしながら回ると、まあせっかく案内してもらってる職員さんにも失礼なんで、まあ、今回は一旦見学はしないで、まあ、もし再び来ることができるようであればその時はじっくりと内部見学もしてみたいなっていうふうに思います。中にはなんかイルミネーションがあってすごく映える感じのアトラクションじゃないですけれども、そういったサービスもしてるみたいです。
でダムの下流側なんですけれども、まあ、こちらは見学で行けるのかちょっとわからないんですけれども、一応まあ手入れもされているので、もしかしたら見学の中で下流側にも行けるようになっているのかもしれないんですけれども、下流側の方には国の天然記念物の、まあ、ちょっと読み方が正しいかわからないんですけれども、材木岩というものがあって、朝早く着きすぎたんでちょっとそっちの方も回ってみたんですけれども、すごくいい感じっていうか、すごい景色でした。そこからダムの方へ向かっていく、まあ、道も、まあ、昔はあったみたいなんですけれども、東日本大震災の時に、まあ、崖崩れとか、まあ、そういうのが崩落の危険があるっていうことで、まあ、それ以降はちょっと通行止めっていう風にずっとなってるみたいです。まあ、それがなかったらダムの直下に行けたのかなって思うんですけれども、まあ、ちょっとそこは残念ですよね。この先も、まあ、もう13年以上経つんで、まあ、本来であれば、まあ、通れるようになっててもおかしくはないんですけども、もうおそらくこの先は通れないかなっていうふうに思います。まあ、下流側に行くのはもしかしたら内部見学の中で下流側に行けるかもしれないんで、まあ、そこに期待をしてっていう感じですよね。でまあ、時間になったんで中の方へ、展示室の方から、まあ、受付をして、中にあるインターホンの方から、まあ、ダムカードの欲しい旨をお伝えしてダムカードをいただくことができました。一応中にはトイレがあって、そこは確かウォシュレットも完備されているので、ちょっとありがたいですよね。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。